あの、本当にすみません。お前が悪いわけじゃない。今までの流れでいくと、椎名さんは天音の隣に住んでいて、よく天音にお裾分けをくれると。事情は把握したんだけどさ、椎名さんはともかく天音に気がない方が不思議なんだよな。天音がそう言うならいいんだけどさ、ほんと謎の組み合わせだわ。ぬいぐるみの送り先も椎名さん？でだ、俺らはお前らみたいな甘ったるい関係ではないが、他の連中に漏れると確実にめんどくさいことになるのは分不相応ですまんな。そこまで言ってないのに卑屈だね。すごく肌白くて綺麗だし、まつげ長いし、髪サラサラだし、華奢なのに凹凸あるし。ごめんなさい、興奮のあまり触りそうになりました。お友達からお願いします。よろしくお願いします。仲良くなるには自己紹介が大事だよね。マジで追い出すぞ。こんな寒空に放り出すなんてひどいわ。ああ、俺らいつもこんな感じだから。藤宮さんは私に興味ないそうですし、生活能力はないですが、常識的な方なので大丈夫ですよ。私も料理作るの好きなんだけど、アレンジがあんまり評判良くないんだよね。しつこくしてきたらはたいていいからな。暴力はしませんので、頑張って言葉で止めます。そうだな、まあ俺らにはあんま関係ないんだけど。じゃあ私作っておいたビーフシチュー持ってきますね。もう少しだけ二人だけの秘密でよかったのに。